もうなんか緊張とか通り越してない、緊張とかのレベルじゃなかった。初めてこんなに初日に立つのに不安な気持ちでした。まあ舞台やって全然時間なかったっていうのはあるんですけど、もうそれを言い訳にしてもするのはあれなので、とにかくでも結構間違えちゃったから2日にはちゃんとしないとなって思います。今日はもう本当に精一杯でした。必死に自主練とかもしてもうずっとやってたけど、さすがに頑張ります。うんふん、めっちゃでかいハンバーグある。最近なんか AKB ってハンバーグハマってんのか。この前の話し会のお弁当もハンバーグやった。結構当たりました。ハマちゃんに会いに行きました。ありがとう、頑張ります。ユニットはエンドロールとあれでした、愛の色。うん、キノコ入ってる絶対。舞台終わって初めてのオフが明日の予定だったんですけど、明日は歌のねレッスンが入ったので、オフじゃなくなっちゃいました。うん、プレゼントも受け取りましたよ。めっちゃうまかった。アルバムみたいなのが届いて必死に持って帰ってきました。昨日は公演前なのに、の中になんかさ、ちっちゃいキツネうどんみたいなのあるじゃないですか、セブンに。それを買っちゃいました。で食べちゃいました。ミート矢沢ではない。うんうん、明日は大好きな人に会います。めっちゃ美味しい。うん、お腹いっぱい。白ご飯食べるのやめよう。でもさ、ハンバーグ食べたらさ、白ご飯挟みたくなるよね。内緒です。明日会う人、ランディはね、この前なんかあの急遽お家に来ました。
美味しそうに食べる。うん、美味しい。でも私よく言われます、美味しそうに食べるねって。でもこの前小田と自主練頑張ろうねって言って二人でご飯に行ったんですよ。うん、ずっと小田と自主練してて、うん、小田とか歌詞を覚えるスピードも速いから、あとすごい K に馴染んでるから焦りを感じました。でも長いってくれてよかった。ドープリーがひななさんやったんですから、ひなさんも稽古休みやからって昨日の投資リハ参加してくれたりとか、参加ってかまあ見ててくれたりとかして、だいぶありがたかったです。エンドロール誰ポジ、ノロさん、ノロさん、こうやって半生大丈夫そう。うどん好き、でもそばの方が好き。でも昨日はうどんの気分でした。なんかさ、一食目なんですよ一食目でさ、なんか塩分高い食べたから気持ち悪くなりました。気持ち悪い。うん、急に血圧が上がりました。多分、なんていうの、あー気持ち悪い。でもこれを食べます。発展堂です。そう、血糖値が上がる。なんかさ、水飲みたいのに水を大容器にしちゃったから飲めへん。どうしよう、この配信終わらないと飲めへん。中いっぱいで食べれへん。明日食べよういけるいける、疲れた。お話し会再販出たって。あ、ぜひお話し会再販出たみたいなのでチェックよろしくお願いします。ぜひお話ししたいなって思ってくださってる方、そしてお話し会取ってくださってる方もどうかよろしくお願いします。はまちゃん今一人です。もう一人ぼっちでご飯を食べてます。嘘は何にも混ぜて、むずいな。公演良かった、お疲れ様やって優しいファンの人がいます。疲れました。本当に今日のためにすごく頑張ってきたから、あー終わったーってしたいけど、2日も3日もあるので、
私はあったーってなれなさすぎて、今むずがゆくて、むずがゆい気持ちです。すごく浜最近おすすめのアイスとか、最近見つけ出したのが、私あんまりかき氷系食べないんですけど、なんか買ってみようと思って抹茶練乳 かき氷みたいなのを買ったんです。あのコンビニで、めっちゃ美味しかった。ほんまになんか美味しかった。ぜひ食べてほしい。よくあるやつ、何やろ、何そのやつかな。アイスはマジで美味しかった。その抹茶練乳かき氷みたいなのか2日経過で来る。ありがとうございます。頑張らないと。言うてそんなに日にちないっていう、怖い。なんかカップの入れ物みたいな。あ、くしゃみでそう。あー鼻かゆい、うんね、私まだなんですけど、まだずっと花粉症の、くしゃみが止まんない。iPhone13 Pro のおかげで綺麗な画質でもっと綺麗。でも私最近の悩みで、なんかちっちゃいブツブツみたいなのが肌にでき始めて、あります、分からんか、なんか今までトゥーやったのがポコ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 ってちっちゃい、なんかボコボコしてて、なんかね、毎日化粧水と乳液は塗ってるんですけど、伝わらへん。それが消えなくて、で多分なんかさ、赤ニキビとかいうやつのさ、白ニキビ的なやつなんかな。でもポコ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 してて全然治んなくて、だから化粧水と乳液は塗ってるんですけど、歳ですかね、なんでなんやろ、わかんない。なんかボコボコ、肌がボコボコします。すごいしますというか、してる、ずっと、ここ最近。なんかね、キスバエと終わったぐらい、終わったぐらい、キスバエとぐらいから乗り出した。どうしよう、タワー、え、ほんまや、え、気づかんかった。ラムネの親方さん、ありがとうございます。ハマったわ、ありがとうございますラムネの親方さんのタワー、ありがとうございます。公演初日おめでとうタワーって、おありがとうございます。無事初日、無事無事か分からんけど終わりました。ビタミンかな、ビタミン取ろう。なんか毎日酸っぱいもの飲もう、伝わらへん。でも分かる、なんかねボコボコしてる。だからなんか iPhone とかでさ、スとカメで撮ったらさ、肌がボコボコしてなんか汚すぎて加工しないと無理。直し方教えてほしい初めてなんですけど、こんなに肌がボコボコしてるの。睡眠、睡眠か、ビタミンか、毎日ビタミンを飲んでみようかな。
したら治るかな。早く治ってほしい。でもここ最近もうほんとずっと去年の8月からずっと頭に入れながら覚えてるので、もう頭が、初めてチーム K の初日で、初日ってかその公演のやつで頭がこんなにはち切れて何も入らないのは初めてでした。でも2番目でもいいのとかめっちゃセリフ多かったから、多分なんかね、私容量悪いからすごい頭がパンパンでした。頑張ります。あー、お風呂入らないと。お風呂入って、皮膚科行ったらいいんかな。皮膚科とか私1回ぐらいしか行ったことないんですよね。最近あ、最近っていうか、皆さん小太郎は一人暮らし見ましたか。私は2週目しましたよ。2週目して2週目も全部見ました。皮膚科最強。皮膚科ってでもなんか結局さ、あー、出しときますねって同じの出してくるイメージ。気のせい。マジ小太郎かわいいの、ずっとかわいいと思ってる。毎日小太郎のおかげで頑張れるレベル。私アヒルの空で絶対泣けるシーンがあって、お母さんのシーンでも、小太郎のシーンも今の最新話絶対泣けるかもしれへんって思いました。2回見て2回とも泣いた。結構号泣しました。今日はちょっとだけ終わったので今日は公演が終わったのでちょっとだけ感想みたいな感じでショールームやろうと思ったら、特に何人の感想も言わず終わりそうです。まあそうですね、まあ明後日から6月入りますんで、皆さん一生懸命頑張りましょう。2日3日の髪型どうしよう、めっちゃ悩みます。あ、お待ちしてます、この辺で。ということで今日はそろそろ終わりたいと思います。もうね、早くお風呂に入ってゆっくりしたいと思います。ということでランキング見ます。え、もう半年、やば、半年はもうやばい。13位、マスタカットマークさん、あ、ん、合ってるよな、ありがとうございます。そして12位、タロイモさん、ありがとうございます。そして11位、マープーさん、ありがとう。そして10位、カズさん、ありがとうございます。そして8位、ミンピさん、ありがとうございます。そして6位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。そして5位、タクさん、ありがとうございます。そして4位、クルリンさん、ありがとうございます。そして3位、トーイ、まだ新幹線かっこ名古屋通過さん、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。え、そして2位グレーズさん、ありがとうございます。そして1位ハマタワーをプレゼントしてくださったラムネの親方さん、ありがとうございます。ハマタワー、ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。今日はまあ初日をとりあえず通り抜けられたということで、これからも
頑張りたいと思います。では皆さんおやすみなさい。 SNS のフォローもよろしくお願いします。 TikTok もこの後撮れたら撮ろうかな、上げてなさすぎて。インスタの投稿も上げてなさすぎて頑張ります。なんかしてほしい曲あったら言ってくださいでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。